はい、お願いします。皆さん、これは石油からできたプラスチックですけれども、もう私が今やってることはこれを水から作るということなんですね。で、私がやる前にそういう形のあるものを水を中心とする材料で作るということは不可能だと思われたんですが、まあ、ある研究をもとに、このきっかけにですね、ほとんど水でありながらこのような硬い、あるいは形を保てる材料を作れるということが分かりました。で、今僕たちの生活は石油で支えられているわけですけれども、これはある時期には必ずなくなるものなんですね。で、私がやってることはまだ石油がたくさんあるうちに石油に代わる原料からこのようなしなやかな材料を作るということが大事だということで研究をやってます。まあ、科学の分野ってはいろんな夢がたくさんありますので、まあ、新しいことをやってみたい人、ぜひ科学の分野にやってきてください。はい、どうもありがとうございます。